四つ這いで行う腰部インナーマッスル多裂筋のトレーニングです。四つ這いになります。肩の真下に手が、股関節の真下に膝が来るようにします。頭から腰までがまっすぐになるようにし、目線は手の間、真下を見ます。この姿勢でトレーニングを始めていきます。右の股関節、右の膝関節を伸ばし、右足を後ろへ伸ばします。頭から足先までが一直線になるようにしましょう。持ち上げたところで3秒止めて下ろします。次は反対の左足も同じように後ろへ伸ばします。3秒止めて下ろします。交互に左右5回ずつを1セットとして3セット行っていきます。それでは1セット目始めていきましょう。手は肩の真下、膝は股関節の真下に来るようにしてください。視線は常に手と手の間、床をまっすぐ見るようにします。伸ばした足は3秒しっかり止めます。上げる、止めるをメルハリへつけて行います。はい、1セット目終了です。ここで10秒休憩します。それでは2セット目です。引き続き集中して行っていきましょう。足を上げすぎて腰が反らないように気をつけてください。なるべく骨盤を動かさないように股関節から足を上げます。ゆっくり呼吸を続けながら行ってください。はい、2セット目終了です。10秒休憩しましょう。それではラスト3セット目です。一つ一つの動作を丁寧に行っていきましょう。腰から骨盤の後ろに力が入っているのを意識しましょう。なるべく体がふらつかないように意識して行いましょう。足だけでふらつかなくなった場合は反対の手も上げてみるといいでしょう。はい、お疲れ様でした。これで終了です。朝や晩に左右5回ずつを1セットとして3セット行いましょう。ふらつかずにできるように頑張って続けてみてください。このエクササイズの詳しい注意点などについては上の説明編動画をご覧ください。